う少し通り展開したかったんでごめんなさい。はい、間違えました。ありがとう。どうでしたか、久々に。確かにですか。もうちょっと倒立する、それ俺もやる、ピッ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 2本立てたかったね。また次回にやりましょう。ちょっと動きすぎたね。12月11日62歳になります。カジーさんでした。ありがとうございました。なんか500円ぐらいで CD も出そうかなと、たくさん出したんですけども、前に作ったものをちょっと焼き直して、連絡いただければお送りさせていただきますので、いろんなのありますので、ね、それから伊藤真紀さんの CD も素晴らしいので。12月30日横浜大桟橋ホールよろしく。大桟橋ホールそこんとこよろしく。牧野克彦さん率いるホムンクルス、はい、それから勝秀夫さん率いる、ジャパンニュージャパンジャズストリオも、はい、インクルーディング、ニュージャパンジャズストリオ船の上みたいな、そうそう、横浜港の夕暮れを見ながらぜひ遊びに来てましたね。宇賀関君も良かったね。良かったね。宇賀関君も良かったね。
ぜひぜひ、ダンスもあります。皆さん、お疲れ様でありがとうございました。ご感想とか。はい。伊藤真紀さんとか、アクセスと、伊藤真紀さんの CD ですね。僕とかでも、タチヒデオで検索すると、Amazon にも出てますので、Amazon で買うよりも僕に連絡していただいたら、Amazon がたくさん持っていっちゃうので、いただきたいと思います。で、僕自身は、こっそり少なくした曲数で500円ぐらい出したいと思います。私たちできるサンプルを作っておりますので、その売り物ではなくて、何のというかオフィシャルの売り物ではなくて、こっそり出したいと思っていい加減のこと言ってますが、よかったらご連絡ください。この次はここ12月17日で出しています。それから、そこら辺に配れておりますが、11月の15日、11日だっけ、11日、ポッキーの日にあの赤坂のちょっと言って、まさかの川桜鹿という素敵なお店で、バイオリンの人と、あと渋谷も4人で飛び入り大歓迎ですか。あー疲れたお気をつけて、たまたまこのあのセロニアス時々チェックしてください。いろいろ素晴らしい人が出てますので、ママさんの歌も素晴らしいです。そうでしょう、あたまちゃん、じゃあ伊藤真紀と勝ち組の研究会、勝ち組まくるみでした。あれね、11月26日でしたっけ、西麻布ブレッツというところであの DJ パーティーをやりますので、今日これとはまた全然違う音楽ですけど、よろしかったら私も DJ やりますから。おお、DJ マック、多彩すぎる。 DJ マック、 DJ マック、 DJ ポリス、あ、そういう問題。じゃあ、お気をつけてお帰りください。ご感想とかあったら、あと、写真そこら辺に置いてあります。そこら辺で、よかったら見ていただいて、1枚でも2枚でもお好きなものを撮っていただくと、お花がほら、開店の時のなくなると同じで、めでたい縁起がよろしいので、ぜひお持ちください。はい。持ち帰って、あの、釘打とうは来週。あ、いえ、そんなことしない。よろしくお願いいたします。マックさんとチーラーと、それから宇賀神くんの写真もあります。よろしくお願いします。ありがとうございます。